主役3人組、グローイングアップは1978年に公開されたイスラエル映画である。ジョージ・ルーカスのアメリカングラフィティに触発されて作られたオールディーズをふんだんに使った青春映画のシリーズであり、プロデューサーはハリウッドでもおなじみのメナヘム・ゴーラン。お色気も取り入れたという点では、ポーキーズやザカンニング IQ イコール冷凍が最も近い。 これらは人気が出てシリーズ化される。世界的なイスラエル製のお色系青春物はこの映画くらいである。なお番外編にはアメリカで制作したグローイングアップラストバージンがある。第一作のリメイク作品であるが、時代設定は1980年代に変更し、主人公ベンジーを含むシリーズおなじみの3人、組役名とヒロイン役名も変更されている。 1950年代のテルアビブが舞台。主人公のベンジー、ナンパで、イケメンのボビー、デブのヒューイの3人は、ナンパに余念がなく、とにかく女の子大好き。特にベンジーはシリーズを通して、女の子と結ばれるが、そんなベンジーらの恋をオールディーズが盛り上げる。カッコは日本語吹き替え。ありがとうございます。